前回子供を産みすぎてこんな顔をしておりますということでやっていきましょうか。さやっていきましょう。バイオハザードリリーということで、前回ね、まあムシムシパニックということで、まあなんかいろいろとね、触手プレイだったりなんだりって植え付けられると、まあやっぱり女の子もさすがにしんどいとか、女じゃなくても男だろうがなんだろうがもう苦しくて仕方がないよってたまにね、ちくしょうっていうところなんですけど、あピピピピピピピって早速ね、なんかよくわかんない男がね、どうや姉ちゃん、いいとこになりましたけど、いいからそろそろデートしましょうや、みたいな、そんなことになってるんですけれども、まあ、今回ね、戻っていくだけの簡単な作業かなというところなんですけどね、まあ、これまで行ったところね、また、いろいろとカップをしていこうというところで、ただそれだけのことを、この真っ白いっていうだけだから、そんなにね、案内するところっていうかないから、まあ、ここら辺をね、サクサクっと進めていこうかなというふうに思います。さ、じゃあ、これに乗っていこうかな。ちゃか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 ちゃ。てか、おい、なんか、おい、すごいな。これなんか、マシンガンか何かの跡みたいなのがこう、なんか残ってるけど、あれあれ光の加減だったのか、あれ消えたね。お光の加減。なくなっちゃった。はい、ってことで、ぐるっていきましょうか。じゃあ、たるるる。シューッ、やばい。さっさと私に。いいよこせーって言ってるのかもしれないね。なんとかのザ、なんだったっけ。あ、ザ。てか、本が全然燃えてねえ。こっち行こうとすると、うん。それで、あ、来た。ふい、痛い、普通にシンプルに殴られた。痛い。ちょっと待って。あ、まだ大丈夫。おー、こっち、アッパーカット、うわ、目の前に、私たちも一緒にツアーガイドさせてくださいよーって言ってる人たちがいるんだけど、うわ、来た。ふい、あ、すげえ、避けるんだ、かっこいいと思うじゃん。え、一撃じゃ死なないんですかー、きめー、そんなの聞いてない。うおー、ちなみにこっちに行ったやつらは全員漏れなく同じ格好で寝ている。君まだ復活しないの？うん、あ、そっか、頭ぶち抜いてるからか。さあ、プライケースで、これで開けると一体何が待っているのか、開けてみましょう。オープンセンサー見てるってって、ハンドルを付け、あん、33発まで入るなっていう、やったね、おめでとう。ということで、こっち入っていって、で、やつが生きてたのーっていうところのシーンが確かあるはずなんだけど、こっちより、これ行くとチラッと、あ、まだいるんだ、一応。生きてるわ、やつが。何、逃げてこい、戻ってこいよ、戻れ、ドラえもんって。やだ、おー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 、めっちゃ目の前にいる。あ、放り出されたけど、これで、またなんかどっかから急にずっしんずっしん。おお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 びっくりしたわ、もう。で、生きてるのかい？俺ら爆風で倒れて、もうびっくりしたわ、なんか忍者かのように、こういうプレイを初めてするんだからさ、もう初体験なんかもっと優しくさ、もうこれちょっといきなりさ、なんかなんとかパールをこう、なんかね、穴にこう突っ込むとか、そういうプレイじゃなくてさ、もっとこう、痛いんだよな。優しくさ、こうちょっと、小指あたりからこう、ちょっとずつゆっくり入れていくみたいな、そんな感じでやっていただけたら嬉しいんですけどね。まあ、とりあえずちょっと、これで、こいで。さあ、これでどうなるかな。回復を持っておくと、まあこれチートなんですけどね、ただね。ただのチートなんだけど、じゃあ、これで、あ、そうか、発電所戻っていくから、上か、わーわー、お客様がたくさんいらっしゃる。こっち入ってこれんのかな。おいでパンダ。あー、でもこっち向かってきそう。あれ、ちょっと君、おててどこ行ったの。まあそうだよね、おてても食べられることあるもんね。おいしょと。で、これでガッチャン。あー、なるほどね。あ、ここ入ってこれるんだ。へえー、まあこんなところに相手してる場合とかそんなんないからね。で、うえー、あー、なるほど、カップルでこちらをにやってこようとしてらっしゃるってところなんですかね。じゃあ、これ僕も、おちょ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 、何のステップ行って、こっち行くと、あ、帰っちゃう。ところが、匂いが、なんかあれかな、匂いがするかしないか、それとも AT フィールド発動って、聖なるバリア、ミラフォースみたいな。で、こっち行くと、リペア。で、帰って行こうとするんかーい。まあ、こんなのいつまでも相手は知らないんですけど、はい。吹っ飛んで、ゴリラマッチョー。で、こっち行って、あー、お尻がぷりっぷりしてらっしゃる。見てくれ。お尻がぷりっぷりしてらっしゃる。いやー、なんかすごい、折り方。おーおー、かっこいいな、相変わらず。ウィーン。
顔面ロケットランチャー。なんだ、何も起こさねえのか。チンズマンでやった。ヒューマン。あれ、おめえもかよ、いたのか。で、こっちの方のやつが急にワッショイワッショイって、ほい、まあ、とりあえずやっぱ焦がすだけの簡単なお仕事やっとこうか。で、あっちに行こうとするのか、床がテロ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 してるけど、あっちの方はいないね。で、こっちはあいつ、いつになったら復活するのかな。ヒューッと、俺はもういないのかな。いや、everything you want。 おー、君が欲しいものが何でも揃ってるよー。あ、すげえ。一撃じゃ倒れないんだね。そうかそうか、やっぱ強くなってんだ。人間なんでもたくましく生きなきゃなんねえでっていうところですかね。ムーンズドーナツ。さあ、じゃあオプセサミー。ここ別にあれだよね、何もないし、めっちゃ回復してるから、とりあえずじゃあちょっとチート使ったところで、まあね、だってさ、やっぱガイドしていくのにさ、女の子もさ、元気じゃなかったらね、みんな、なんか、私、しんどいんですよ。毎日残業続きで、もう、なんか、207時間も月に残業で働かされてるんです、みたいなとかだったら、ね、もう、おめえらすでにボケてる。よし、ということで、わー、あー、わー、わばば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 ば、セクハラでし、ツアーガイドやっててね、やっぱこういうことってよく起こるから、もうそういうことをしてくる人はね、もう容赦なく喋れない。あ、ショットガン取ってなかったのか。このビルもしかして、こういうね、なんかちょっと倒れてるのがいきなりウェーとか言って落ち上がってきたら、もう超怖いって感じ。あれ、これ取ってなかったんだよね、ショットガンね。ユイーン、ショットガン M3 ってかっこいいよね。あれも出てくる。でもちょっと待って、冬、あれ、こんなんだったっけ M3 って。なんかあれと随分見た目が違うね。バイオハザード5に出てくる M3 とはなんか見た目が違うな。で、あいつ先にさ、撃ってさ、壊しておくとかできるのかな。まあ、そんなことできないんだけど。さあ、ここにあるドーナツはムーンドーナツ。司令室に着いた。次は何？うわ、しかも、一個も食べ、一応あれだね。一口かじった状態で、自分がかじられちゃったというところですね。まあ、そういうこともあるよね。ねえわ、普通はそんなことねえっちゅう。で、こっちガチャガチャ、赤ちゃガチャ、赤ちゃガチャ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 。あー、やばい、右鼻が詰まってきた。シュッガーン。そうだねー。なんか次のボス戦あたりで、なんかなんだ、カイドブロス。なんかカール・ルイスの親戚みたいな。で、こっち行くと、ここのホワイト、でもこのホワイトボードともすか、このスプレーとか、バイオハザード RE2 とか、実は出てたりしたりとか、ラジバンダリとか、これは全部上から日経新聞、毎日新聞、読売新聞、朝日新聞って、うえぇ、なんで日本の新聞がここにあんのよっていう話だね。これとかさ、あれじゃない？研究場じゃない、なんて言って、地下施設のさ、ゴミ処理場の上のところとかにあったさ、なんかほら、おばさんおばさん。かつてはきっとおばさんだった。じゃあずっとおばさんやないかっていう。うん、違う。なんかほら、僕がここになんか死体のリストです、うんぬんとかって、なんかアイルツーで喋ったやつが確かあったと思うんだけど、なんかここら辺と、これとかあれだよね、RE2 のね、警察署とかにもあったやつ、みんなことやってんで、さっき行けっちゅう。行き先は？まず、レッドストーンストリートから、なんとか、PA、パーキングエリア、パーキングエリアなくない？パーキングエリアなくない？ FA、FA か。P に見えるわ、バカタレ。で、これは普通にね、3で、ここ2なんで。で、その次が、ラクーンセントラルステーション。で、ラクーンだから LA。違う。LA じゃん。違う。なんで急にロサンゼルスなの？で、SA。サービスエリアだね。OK。で、FO。ピッ。指定のルートが見つかりません。再設定してください。FA、ちょっと待って。FA、RS なのか？お？間違えた。これが2になってなかった。失礼しました。それはいかないよ。はい、行きます。フォックスパイ。今回、公演がないからな。いいぞ、素晴らしい。復旧するぞ、じゃあ、急いで駅に戻っておくれ。はい、じゃあ、駅戻りましょうか。で、駅に戻るのはいいんだけどね。この後ね、なんか、今回のバイオハザードね、なんか埋め尽くす系がなんか好きなのかよくわかんないけど、転がってくるくるくる。ちょっと何って何も起こってないけど、わーなんかもう今回腕を失ってる系の方々が多いよね。で、あっちの方でニュールニュール、こっちの方でもニュールしてないんかい。でもあいつもさ、ニュールニュールにしてもらったらさ、波平さんみたいに髪の毛一本、身が二つみたいなことになるんじゃない。ジャングルもじゃもーじゃ、ジャングルもじゃもーじゃ、キャー、
なんか今一瞬組みつかれたような気がして、おー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 おおおおおお、いや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 、あのさ、サボってないでさ、君も、君もサボってないで、もうちょっとこっちにおいでよ。じゃあこうしてあげようか。おい、あ、一撃、よし、頭を狙ってみよう。頭狙ったらね、ああなっちゃったよ。で、他特に何もないから、あー、なるほどね。つまりズラだったってことだね。で、一発バコンって、一発目もう見舞いしたいってやった。まあいいかも、このままいっちゃおうか。一発目を、うん、カツラを作るだけの一部を規制させ続けたら、もうなんかね、ビリ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 、お前何も用意してねえ。おおお、あれあれ、なんかよくわかんないね。で、とりあえず組み合わせないし、これ捨てるとかできんの？無理だよ。さすがに捨てるなんて、そんなひどい話ねえよな。ああ、ハンドガンばっかり。じゃあ急いで戻りましょう。で、これ戻ろうとすると多分、やつが、でっし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 って走ってきて、お姉ちゃん、もっとわしとチャーシューばこうやーって、なんか関西のおっさんみたいなノリで走ってきそうなんだよね。じゃあ、ここ観察しとこうか。もう皆さんね、最後に、あ、違う。いや、違うな。ここまた戻ってくるな。だからまあ、クラブハウスがあって、本当のクラブハウスは、あれなの、カニのマークしてるんですよ。はぁはぁ言ってるけど。おっ、ああ、びっくりした。自分の背中に背負ってられたショットガンが、ゾンビがなんか近づいて手を走る、ビリ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 するだけの簡単な仕事です。やっぱり全身ビリ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 すると、どうしてもやっぱ、ね、気持ちよくなるんだろうな。で、あの距離からだとどうするんだ、走ってこないんだ。走ってこない、なんかもう簡単。おい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 。でぃ、痛い、ぐえぇ。走ってこないんだったらもういいよ。なんかサボるような人にはね、もうダメです。うわぁ、こっち振り向いちゃダメ、振り向きゾンビ。振り向きゾンビは何か食ってないとダメですからね。うわぁ、ウィン。あ、そっか、こっちに行くと思ってたけど、間違え、ああ。すでに。あ、で、結構あれなんだね、ゾンビちゃんいっぱい出てくるんだな。ちょっと待ってね、この先、ああ、いっぱいいる。ここをガチャーンと閉めろうと思うんだけど、ちょっと待ってね、その前に走ってくるのかどうかだよな。来るのかな、あのドアをバーンと開けるか、こっちからピョインと飛んでくるのか、ちょっと期待。1分ほど待ってみましょう。テレテッ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 、オープン、テレテッ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 。この爆炎の中から来たら面白いんだけどな。走ってくる様子はないね、今のとこね。さあどうなる、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 ドド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 ディッシュ。今のであれだな、間違えてやっちゃったら俺なんだけど、もうでも来なさそうだな。ああ、ほんとさ、こう、あれ見たここ、プルン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 、おっぱい揺れてくれたらいいんだけどな。揺れるかな、ちょっと。ふいふいふい。ああ、クレアよりは揺れてるな。クレア全く揺れてないからね。アシュリーはさ、プルン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 、完全プルタロスだからさ、あれだけど。もういいや。よし、じゃあ、ここ入って、よいしょ、足で締める簡単な足じゃなかった。ほんで、じゃあ、この後ね、次のステージに進んでいくっていうね、新しい、あれが待ち受けているんですけれども、まあ、一旦ね、区切りがいいところまで来ちゃいましたんで、まあ、この辺りでね、一旦終了とさせていただけたらな、というふうに思っております。ちょっと待ってね、その前に、なんかいろいろと拾ったやつを、ん？あれどこ行った？あったあったあった。これ、ガチャポン、チュー。皆さん、赤と青と緑だとどれが好き？なんか、なんだかんだ結局ね、持ってるの、服で多いの、赤色系だったりするんですけど、でも、緑が似合う男になったらなんか、本物の男みたいな。で、青はやっぱりね、こう、ちょっと、おしとやかな感じで、女性がね、こう、勝負を決めるときにとかに来てくれると、なんかすごい燃えるというか、タクリタクからすると、あー、なるほどね、これをつけるとなんか M3 っぽくなるんだ。M3 っぽくというか、M3 なんだけどさ。で、ピッ、ピッ、ピッ、ピン。まあでも赤、青、緑で。あ、やったやった、あ、これ嬉しいね。よし、じゃあ、こっちで。とりあえずじゃあ、違うんですよね。これなんだよね。ジャギン、あ、しかも、アイテムマス一つだけっていうところがあれだね。よし。
で、預けましょう、預けましょう、ファッションショー。よし、じゃあこんな感じでね、まあいろいろとゆっくりと見ていったんですけれども、まあまさかのね、上から降ってくるね、親方上からネメシスがーっていう状態でちょっと面白かったかもしれないですけど、まあ次回ね、またそのネメちゃんが私にさっさとツアーガイドの役を渡ししなさいよーってまた暴走してくるシーンがあるかもしれないんですけれども、まあそんなこと気にしないでね、続きどんどんやってまいりましょう。ちゅうわけで、今回の動画今回のツアーガイドは以上とさせていただきます。また次回パーティーでお会いしましょう。またね、バイバイ。素敵な笑顔。